レック法人税法専任講師小池康夫と申します。これからですね、30分間パーフェクト講座の法人税法で、ガイダンスという形で、お話の方させていただきますが、法人税法っていう科目は優しいか優しくないかって言ったときに、基礎的な問題で作られてはいるんですけれども、まあ、ある程度、やっぱ難易度っていうものは当然あります。で、もう何も勉強しないで受かるっていう科目ではない。これはもう確実な話ですけれども、この、ものを突破するために何が必要かとなった時に、習慣化なんですね。習慣化をしっかりしていく。で、その習慣化なんですけど、そんな長い時間ではなくて構わない。1日1時間、本試験まで、この1時間はずっと勉強、とにかくしていく。で、習慣化していく。で、習慣化していくっていう、その習慣化も、ご自身になんかもう負荷をかけるというよりかは、自分がこう成長していくことを、もう実感しながら、自分にご褒美をあげている時間だっていうふうに、できるだけ、能動的にトライしていただきたい。それを達成していただくことで、やっぱ習慣化が生み出すすごいもう価値、プラスアルファ、それをやっぱり一つの大きな課題をクリア、こなしていく上ではすごく重要な要素だと思っています。で、実際は机に座って、ている勉強だけではなくて、日頃の私生活の中でも相手が何を言っているのか、それを正確に感じ取る、読み取る、これまあ簡単に言っちゃえば読解力、これが非常に求められます。相手が何を言っているんだろう、相手が何を求めているんだろう、これを多角的にちゃんと捉える能力を日頃の中から、やっていくということをですね、取り入れていただいて、で、かつ今度は相手の話をしっかり聞いた上で、自分にがそれにちゃんと合った適切な表現をしていく。要は、ちゃんと読み取る、正しく表現をしていく。この力は求められます。で、この力というものは、自分も今、まだまだ修行中です。だけど、税理士になる上で、大切な資質だということを、まあ、国税庁、ひいては財務省、これが確実に認識してるんですね。ちゃんと読み取りましょう。ちゃんとそれを適切に表現しましょう。で、この力を持ってるということが非常に大切になってくる。そこを、鍛えていきたいというふうに、思っています。で、その上で、国税庁は難しいとんでもない問題を作ってるわけではない。基礎的なもので税理士の資質、要は、があるかどうかを法人税法というものを使って試していく試験なんですね。で、実際、まあ、パンフレットを中心に、ちょっと今日お話の方はしていきたいんですけれども、今ここに、税理士として必要とされる知識のみならず、能力や人間像をしっかり想定し、税理士としての素養があるかないかを見極める問題を基礎論点のみで作り上げています。で、このような問題に対応するための活用、秘訣は活用という言葉なんですね。で、活用について、少し補足させていただきたいと思いますね。ね、活用ということを、お話をさせていただくと、ちょっとまた話、少し飛躍してしまうとかもあるんですが、割と、もう小学校の頃から、私たち日本人はパターン学習。まあ、とにかく暗記をして、で、それを、もう、
とにかくあまり意味なく、実学に使おうという意識が希薄のまま、ただなんかもう勉強は勉強、まあ、実務、まあ、今私たちだったら実務はこう別物じゃなくて、もう税理試験は実務をベースに税務っていうのは、税の実務なんだ。この実務意識を、要は活用していくってことを前提に、問題も作られてます。例えば皆さんが小学生の時に、直角三角形、二等辺三角形。例えば直角三角形とか二等辺三角形。まあ直角三角形は底辺かける高さ割る2。まあ、二等辺三角形も底辺かける高さ割る2。まあこれで面積が求めたりとかしますけど、直角三角形や二等辺三角形は何に使うんですか？私たちの今生きた生活の中にどこに使うんですかと。で、またちょっと飛躍しちゃいますけれども、例えば、江戸時代にいた、伊能忠敬さんですかね。伊能忠敬さんは、測量と天文学の知識を駆使して、日本地図を作った。例えば、この一文がある。伊能忠敬は、測量と天文学の知識を駆使して、日本地図を作った。まあ、正確な、まあ、実測というものも作って、やっぱもう、今の技術から見ても相当精度の高いものが作った方なんでしょうけど、方なんですけど、まあ今の言葉を聞いて、地図を作った方がいいんですけど、例えば測量と天文学って言葉を使いました。で、測量天文学って何をしたのそれでと。測量天文学、まあ例えば社会の学習だったら、測量と天文学を、マーカーかなんか塗って、で、その測、まあ、穴埋めみたいな問題に、ただただは視覚を、利用して、日本地図を作った。って言って、測量と天文学。で、じゃあ、測量と天文学って何なのと。っていう、例えばあったときに、例えばまた話戻りますけど、直角三角形っていうものがあることによって、富士山の高さを測ることができる。富士山の高さ、まあ、富士山までの距離はわかる。歩けばわかりますよ。ちゃんと正確に測っていけばわかる。高さは測ることができない。だけど、直角二等辺三角形があって、距離がわかった。この角度もわかる。じゃあ、それのミニチュア版を作って、まあ、距離を歩いてこの角度で、この、高さが出るから。だったら、それを、距離の分倍、何倍かしていけば高さが出るだろうな。まあ、富士山から、まあ、極端な話、10キロぐらい離れました。で、そこから角度を測りました。だけど、下手な、まあ、5メートルぐらいのところの距離で高さを、角度を測りました。して、その5メートルぐらいのところで高さこのぐらいだったから、まあ逆に言うと2メートルぐらいだったから、まあすいません、1.5 メートルぐらいの角度だった。距離は5メートル、1.5 メートルぐらいだった。で、その角度だった。だったらここ10キロだったら、ここ大体3キロになるんじゃないのと。っていう直角三角形を利用して、富士山の高さを測ることができる。で、続いて、まあ2点間からですね。まあ、まあ、目も二点間なんですけど、片目でこう動かして、近くにいればいるほど極端に動きますよ。で、遠くになればなるほど、動きがやっぱ小さくなってきますよ。っていう、この二点間をこう利用して、要は二等辺三角形の原理を利用して、太陽までの距離、月までの距離、シリウスまでの距離を、まあ、本当にすごい細い二等辺三角形になるんでしょうけど、これを測るよと。だから二等辺三角形があるから太陽までの距離だってわかる。月までの距離だってわかる。いや、直角三角形とか二等辺三角形は利用されてるわけなんですよね。で、さっきの話にまた戻ると、測量っていうものがあって、測量図っていうのは実を、まあ、目を通す、まあ見てみると、直角二等辺三角形が一つの土地、まあ一つの土地の縮図の中に直角二等辺三角形がこう大きいのを描いて、で、だんだん隙間を埋めるようにこう小さいのを埋めてって、
その土地の面積を測るときに直角二等辺三角形を利用して測量をしてるわけですよ。だから測量図って見るともう直角二等辺三角形の塊なんですよ。こういう形に直角二等辺三角形、あ、違う、直角じゃないです。二等辺三角形は使われてるわけですね。あと、富士の、樹海とかを、とか、まあ、入り込んで、測るってことも非常に難しいときに、例えば湖だって、測量とかできないときに、距離を測るときに、今度はその二点間から、まあ、例えば太陽を見た、その距離を見ることによって、二等辺三角形を活用することによって、その琵琶湖の端までの距離を測ったりとか、いう、ある意味また二等辺三角形を利用して、要は天文学の知識を利用して、まあ、富士の樹海とか湖とかそういう測れないところを測っていったわけですよ。まあ、かなりシンプルに、まず測量というものを、説明はさせていただきましたけど、二等辺三角形と直角三角形を活用しながら、やっぱり日本地図ってできてったわけなわけですよね。ということを、例えば小学校学習していると、小学校の学習の時に、どこに活用してるんだってことをやってないわけなんですよ。で、それをやっぱりきっちりと、やり込んでいくってことを目標にしていただきたい。要は実学と結びつけていただきたい。で、これを、講義を通してやっていきたいと思ってるわけですね。で、実際に、パーフェクト講座の、主軸になる、この52回のパーフェクト講座、この講座で、まあ、テキスト4冊を説明していきます。で、各々1冊に2回ずつ実力確認テストっていうものがあって、で、まあ、直前期の話ですけど、まあ、講義は12回。で、すいません、講義が6回。で、答練が6回。で、公開模試が1回、予想答練が2回。で、直前期だけでも、9回テストを用意させていただいております。で、実力確認テストっていう形のものを通していただいて、まあ、答練のやり方は、もう、まあ、2時間かかってこうやるっていう話なんですけど、まあ、2時間、こう、解き終わった時に、こう、丸付けとかこうしていただくと思うんですが、なぜこんなもんが間違ったんだ、なぜこんなのも合わないんだっていうようなことは、もう一応禁止をお願いしたいと。もう自分ができたところをちゃんと評価するように。で、もう自分の進化、あ、ここ今まで解けなかったら解けた。で、絶対にもう負のものは入れない。あえて自分で、不利になるようなことは一切する必要はない。もう、初めどうしてもやっぱり、あ、ここ間違えたってことをずっと長い習慣で、もうそれを身につけてるとこがあるので、できたところをちゃんと評価する。あ、できなかったかってことじゃないですか。できたところ、それを評価して得意なことをどんどん伸ばしていくという気持ちでやっていただいて、で、例えば、ここで合格最低ラインは、とか、そういうことは、もう、ある程度目安として言うことはあるかもしれませんけど、もう、言い続けます。もう、できたところしっかり評価してくださいね。ということを言い続けて、で、だん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 こうできる範囲、自分の進化を、どんどん成長しているベクトルを感じて、ゴールに結びつけていただきたい。まあ、これが当練のやり方ですね。で、日頃のテキストなんですけれども、もう読み物として読んでほしい。で、読んでいただいたときに、やっぱ日本語の読解って優しくないんですね。優しくないというか、そんな意味があったの？本当はここってこういう意味のためにこういう規定があるよ。要は本質をつかむ、皆さんの読解力をこう高めていくっていうことに、主眼を置いていきたいんで、テキストを読みます。で、読んでいただいた後に、あ、こういう読み方があったのかってわかるように、皆さんの読解力が上がっていくような講義を心がけてやっていきます。で、こう、読解力をどん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 こう上げていくっていうことをやっていただきたいのと、で、問題がこうあったときに、
まあ、実際回答を見て、何度も何度も解き直すとか、こういう反復をしておけば解けるようになるのかもしれませんけど、大体概念がわかる。まあ、10の要素がわかんないときに、4で5ぐらいわかる。だけど、5の1、2、3を利用して、6はこういうもんだろうと解明する。今度はなんとなく6がわかった。今度は1、2、3、4、5、6がわかったことで、7がわかった。で、7までわかることによって、類推をかけながら8が分かった中で、どんどん進んでいく上で、まあ、9、10ってこう進んで、その問題が解ける力を身につける方が大事なわけなんですよ。要は、頭を使って、全部分かってるわけじゃないけど、これを類推していけばここになる。で、ここが、そこが分かった上で、ここも分かるようになる。要は、論理と思考を、どんどん論理的な思考、仮説を立ててやっていく。要は、回答を見せられれば簡単だって本試験終わったら言ってもらえると思います。一年間をちゃんと習慣化した方だったら、ケアレスミスだとかいう話ではなくて、そこを改善していくために、問題を初めて見たときに、どれだけ相手が言ってたことを噛み砕くことができるか、ここも読解なんですよ。で、ちゃんと読解ができれば、本試験は基本的問題でこう積み重ねられて作られているんで、その認識をしっかり持っていただくことを、やっていただくことを、まあ、テキストをこう読みながら、それを、すみません、18、14ページのこの部分ですけど、ここでやっていきたいと思っています。で、またちょっと読解力のお話、ちょっと一部戻っていきたいんですけれども、読解力がやっぱり必要なのは間違いない。で、例えば、今日何食べたいって言われた時に、わかんないとかいう話ではなくて、例えば、奥さんとかが何食べたいって言った時に顔を見ると。で、顔を見た時に、あれ、なんか体調悪そうだな、と感じたら、まあ、別に体調悪いって聞く、なんか冷蔵庫をちょっと見に行って、昨日作ったもので、素材がこう余ってて、あまり時間かけずに難しくないようなもの。例えばもう冷蔵庫開けて肉と野菜があった。ああ、じゃあこれ肉と野菜、これ炒めたの、これ食べたいな。って言った時に、例えばその奥さんが体調悪くて気遣ってくれたなってわかると思うんですね。で、何食べたいって時にわかんない、何でもいいっていうことを避けてほしい。なんか見て、相手を思いやった発言をするようにしてってほしい。で、だんだん、いろんなことが見え始めてきますよ。で、読解した上で相手を思いやった発言をする。相手を理解した上での発言をする。で、これを、仕事の上でも、家庭の上でも実践してってほしいんですね。あとは、誰かが話してるときに、一生懸命目を見て、ちゃんと聞く。で、より聞く。で、一生懸命うなずいて、なんかもう本当にすごいなって言ったことにはもう、ほーという形で、あ、すごいこと聞いたっていう形の中で、やっぱり盛り上げていく、相手のことをちゃんと聞いてます。っていうことで、より、あなたに対して、ものを伝えたいと思うようになってきて、で、さらにそれをちゃんと理解していくっていうキャッチボール、ような読解をやっていけば、どんどんこれが紙にも反映されていく。で、見ていて、さっと読んで、なんかパーツだけ分かったところを見て、それで、あ、こうだと思い込むのは、本当は本試験に向かないですね。本試験に出てくる全体の要素を読み取って、で、その上でこれ何を言っているんだろうっていうことが、あ、分かった、これで論理が通った、という時に、やはりケアレスミスもしないということができるようになってくる。で、なかなか読み取れ、全部読み取る、丁寧に読みましょうっていう形の中で読み取れる人のものじゃない。絶えず、日頃からやってって、初めてできるようになる領域なので、もう私生活の中からやってってほしい。で、じゃあ何が必要なのって言われた時にちゃんと読み取りますよ。で、相手のことを思えた発言をしますよ。要は、
愛される力、これを身につけてほしい。で、それが答案に反映できたら、わずかでもできたらすごく大きなヒットになりますよと。ちゃんと読み取って答えてますよと。これをどこで練習していくかって言った時に、もう予習です。もうテキスト読んでいただく、この作業をやっていただくことで、そこをですね、ぜひ達成していただきたいなと思うところになります。で、続いて、パンフレットの32ページ、33ページの方をちょっと見ていきたいんですけれども、税理士ってどういう資格なの？で、読んでいただいて、まあ、独占業務、こう、いろいろあって、まあ、活躍できる場所ってあります。まあ、こう書いてあるページで、まあ、知らない部分であったら、やっぱ見てもらいたいし、で、まあ、ここを、まあ、こう読んでもらった中で、やっぱ独占業務を国からもらえているというのは、やっぱすごい話ですね。税についての、申告を作る、相談を受ける、これ税理士にしか認められていない、ものになります。で、実際もう、自動車の免許とかに比べれば、当然、難しいし、価値ある、まあ、自分が持ってるからもう、から、あ、まあ、もう、すごい資格だ、すごい資格だっていうふうにちょっと言うのもはばかれるところありますけれども、例えば、今、インボイスっていうものがこう始まっていくときに、例えば、企業としては、そのインボイス対応にパソコンを、購入するソフトウェア、購入するレジを直すって言ったときに、まあ、IT 系のものをやるんだったら補助金が出ますよ。で、事業をこう作り直すときに、新しくやるって言うんだったら、融資の代わりに国が支援しますよ。で、支援して、新しい事業を起こして景気を良くしたい。もしくは、まあ、人材をこう雇って、で、雇用をこう生み出していくっていうような時、もしくは新たなものをこう作り込みたいって言った時に、まあ、簡単に言うと助成金とかこう、国から出る時に、その企業にこう合致していたって言った時に、例えば助成金ってどうやって得られるのって言った時に、やっぱ読解力でこう読むわけですよ。で、2、3本やっちゃったらもう、割とも回すだけになるんで、これ税とは関係ないですけど、非常に喜ばれます。あと、時代にこう、マッチした、今だったら、まあ、さっき言った人件費を増やしましたよ。とか、設備投資しましたよって言ったら、税金の優遇、法人税の中でも優遇規定があります。で、優遇規定をこう使いますよって言ったときに、まあ、税の世界であったとしても、そういう補助金の世界であったとしても、まあ、補助金の世界をある意味コンサルみたいな仕事と定義づけると、まあ、当然、読解力さえあれば、その仕事っていうのは、まあ、税金が一番読解難しいですから、それに比べたら全然優しい。で、それをこう、やってあげたいと思う人たちが顧客で、当然揃ってる。まあ、もし顧客がまだいない段階でも、そういうのやっていきますよっていうことを発信していたら、やってくださいってこともかかってくる。あと、まあ、いろんな身につけたいっていう専門性を身につけたいってことになって、ちゃんとそこを磨いたら、伝え方っていうのはこう、あるかもしれませんけど、それを発信していくっていう、みんなにこう伝え方っていうのも、例えば、いろんな、そういうことを求めている会とかがあったりしたら、そこに声をかけていけば、あ、じゃあそこで講演お願いしますか。そういうか、だったらそこで、そういうことやっていただける形で登録させていただきますとか、もしお客さんがいなくたって、税理士だという資格があるだけで、普通にコンサルやるよりも、受注度合いが断トツに高くなります。それぐらい、あ、やっぱり価値ある仕事だなと思います。企業自体も当然、クライアントで持ってますから、もう自身が、あ、これをクライアントに勧めるに、今のこのツールとしていいよと。
どん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 こう電子化が進んでいく中で、電子ツールとして、まあ、進めていくって言ったら企業を効率化していく。税だけじゃなくて、まあ、税の信頼のもとになんですけれども、やはり企業からの信頼、要は人から信頼される、要は自分から周りを変えられる力があるぐらいの資格なんですよ。人って変わらないんですよ。結果出すこともすごく大切だと思いますけど、税理士のこの勉強をするという覚悟で、その覚悟自体を周りが見てて、で、それでまあある程度こう結果が出たときに、要は自分を変えようとする思い、本当、すごいことをこれからやっていく、して変わるのをそれ周り見てますから、で、変わることによって、周りを変える力すら身につけられるのが、実はこの税理士の学習だと思います。もっと言うと、人生を切り開く力、それをどこで得られるかって言ったら、結果資格を取った、その資格だけを得られるわけじゃなくて、資格を取ろうとした、その過程にすごく価値があると思います。皆さんを変えていこう、自身を変えていこう、成長させよう、そう思って行動したことが、自分がやりたいことができる環境を整える力を身につける。それが、結果税理士を取ったことによってできるのかもしれませんけど、資格を取ったじゃなくて、その資格を取ろうと思って、これから皆さんが挑戦する毎日1時間、例えばやっていただくこの習慣化が、人生を切り開いていくというものに、影響をしていく内容だと思っています。だから重要なの何って言ったときに、結果なんですけど、まあ、当然、その変えようと思った中で、当然、読解力、表現力を身につければ、おのずと税理士の資質が身につけられるんで、試験は突破できますよ。で、突破するだけじゃなくて、その後税理士道を進んでいく上で、大切なものになっていくと思います。でも、自分はもうこの業界でずっと、やっていて、税理士の資格って何って、もう一言で言われたら、もう自分の存在証明にもなってるぐらい、ありがたいものです。で、いろいろ聞かざる云々は置いといて、より良い人生を、いや、本当自分の思った通りの人生を作るために、やっぱ力が必要。それを変えていくために必要。どうやったらやれるのって言ったときに、この資格を取る付随物ですよね。として、それも得られます。で、もう、独立開業が魅力だよとかじゃなく、もう本当存在証明にまでなっていて、本当に取れてよかった。取ってよかった。で、今、この仕事をやってよかった。で、この業界もっともっと盛り上げていきたい。となった時に、今自分ができることって言ったら、資格の魅力も伝えていく、仕事の楽しさも伝えていく。あと、人間として、さっきもちらって言いましたけど、読解力、表現力あるってことは、愛される力。これが、やっぱ顧客に愛されてるか。なんか言った時に、期待されて、行った日を楽しみにしてくれてる。で、それを感じるだけで、やっぱ、もう本当にもう生きててよかったっていうものを、やっぱ味わってもらいたい。で、まだまだ、よりそれを理解していく税理士たちと、で、この業界をまだまだ盛り上げていきたい。と、真剣に思ってます。だから講義で、もう自分が持ってることを伝えていく。で、ほぼ同じことを繰り返して言ってきますよ。読解力身につけていきましょう。表現力身につけていきましょう。で、もう、それの当然繰り返し、あと習慣化して、やっぱ生まれるすごい力をぜひ感じてもらいたいと思います。本当の凄さっていうのは、毎日やってくるものの中から、その習慣化の中から生まれてきますので。で、わからないって言葉をなるべく使わない。
何でもいいって言葉も使わない。相手が言った時には真剣に相手を考えて、何か相手が求めてることをやっぱ触れていく。正解じゃなくたっていいんですよ。何か求めてんですよ。それを、逃げないでほしい。ただ、本当に疲れてる時は言っていいんだ。あ、疲れた時は分かんないって言っちゃう。それは全然構いませんからね。あと、まあ、当然長丁場なんで、睡眠は、研究してほしい。自分が何時間寝れば一番ベストな状態でいられるか、日頃の栄養も管理も含めて、睡眠も含めて、どの状態が一番健康でいられる時間、比率が高いか、風邪なんかも引きにくいか。で、自分もやっぱ喉を喋る仕事なんで、少しでもやっぱ喉とかが、やばいと思ったら、やっぱ喉スプレー塗ったりとか、ちょっと早めに寝たりとかしながら、やっぱり日頃は風邪ひかないようにな、ような体質にもなってますね。だからこれもぜひ、体調悪くさせないよう、工夫とかしてください。あと、満員電車とか乗って、例えば、周りに、そういうのがあった次に、あ、手洗い、うがいとかちゃんとしてみようとか、思ってほしいし、もうとにかく健康でいる、ベストな時間を過ごせるように、ぜひ、していっていただきたいと思います。ぜひですね、税理士業界を盛り上げていく人材、大募集中です。で、絶対、後悔するようなトライではないので、で、その過程自体もすごく大切な、自分自身を変える、周りを変えていくこともできるような、周りを、ぐらいな、自分の自身が変わることをやっていただく大きな機会になります。優しいとは思ってません。だけど、そこで得られるものは非常に、非常にありがたいものだというのは経験者として、まとめの言葉とさせていただきたいと思います。参加を、心よりお待ちしております。ぜひご検討ください。法人税法上級コースのガイダンスの方を開始していきます。レック専任講師の小池と申します。よろしくお願いいたします。まず、カリキュラムですね、の方を、パンフレットの方の22ページになります。カリキュラムで、上級講義が全8回、で、上級解放講義が全4回、で、上級答練を4回用意しております。で、まあ、次に、直前講義で全6回と、直前通り全6回で、全国公開模擬試験予想答練というカリキュラムを用意させていただいています。で、この上級講義の中にですね、テキストの方を4冊配布しますので、この4冊配布のものを、2回ずつですかね。で、4つの、テキストの方を基本説明していく中で、で、別途解放講義というものを用意してやっていくんですが、まず、テキスト4冊を読んでいただいて、で、それで、講義の方に、参加していくっていう手法でやっていただきたいと思います。で、この読んでいただくってことの、やっぱり一つの目的は、読解力を高める。で、読解力を高める。どうやって高めていくかって言ったら、ここの本質は、こういうことを実はこの文面は表現しているんですよっていうことを、より、理解できるような、講義の方をやっていきます。で、本質を見極めていく。要は、より正しく読解をできる。ということを、もう、主眼でやっていってほしいんですね。で、読み取れた。で、それがきっちりと読み取れたら、本試験は、通過点。要は、ちゃんと読み取ることを私たちの業務では必要になります。で、その読み取る力がある程度備わって、で、適切にそれを
相手の求める形でフィードバックができる、表現ができる。そのことが、できるようになっていただければ、おのずと、この税理指導や、税理士の道を進んでいく、税理指導を進んでいく上で、もう基準に達した段階で、合格というものが、その通過点として起こり得る。要は税理士としての資質をちゃんと持っているかどうかっていうことがやはり問われると思いますと。なので、ある程度こう読み物的にでも構わないというのと、あと、問題を解く上での問題のやり方なんですけれども、例えば今までだったら例題を見る。あ、わかんなかったら回答を見る。してもう一回例題を見て、して回答を見て、あ、なんとなくこういうことかなっていうわかるようなやり方よりは、初めて見た問題に対して、あ、わからない。ここもわからない。だけど、法人税法的に課税の公平的に、こうなるはずじゃないかなって仮説を立てて、で、それで、まあ、解いてみると。で、外れたって構わない。天才と凡人の違いなんですけれども、天才は失敗から学んで、同じ失敗をまた繰り返すことを、の回数を極端に抑えることができる。で、やっぱ凡人っていうのは同じ失敗を何度もこう繰り返すという方なんで、やっぱり失敗から、まあそれ学ぶってことで別に失敗とは思いませんよ。何か失敗したときに、いろんなものをこう吸収する。そのためには、まあ、普通にただこう繰り返し、何度も何度も行ったり来たりしながら、で、今度は問題集を何度も何度もこう繰り返して、問題集を、3個、1回目は丸、バツだった、2回目は3、まあ、バルだった、3回目もやってみようと、何度も何度も繰り返す。で、このやり方が、合格に結びつくとは思ってないんです。なぜかというと、本番は、見たことないものを、より短い時間に論理的な相手が求めているものを読み取って、相手が求めたものに表現をちゃんと紙に書いて伝えていくって作業なんです。一番大切なのは見たことないものの、を自分の知ってるエリアに丁寧に、瞬間丁寧にっていう、瞬間的に落とす、この作業が、必要になってくるんですね。で、答練を繰り返してやりました。というよりは、直前期、どんどん、もう失敗して、あ、自信をし、じゃなくて、もう答練は全部、まあ、全本試験の問題とかも、やっぱ何年か分はこうお配りしますから、絶えずこう新しいものを、やり続けて本試験に行きました。で、何度も何度も同じ問題をこう繰り返しながら、まあ、繰り返すってことですごい努力はしてるってことは、ありますけれども、本番に行った時に、見たことない問題だって言って、うろたえるのと、絶えず新しいこと言ってるから、いつもと同じことだと思う中で、全然、もう、スタートの位置が違いますからね。初めから分かって、解明作業から始まるんだ。文章自体がこうあった中に、一部要素だけ読み取ってやるんじゃなくて、全部読み取って成り立つことを考えて、法人税っていうものを思考で捉えてやっていくってことを、捉えてやっていけば、基礎的な問題だけで積み重なれてます。あと、税に対して、興味を持ってほしい。まあ、日頃から読んでいるもの、まあ、例えば、ネットかなんかで、例えばスマホかなんかで、トピックを何らかでこう見てるものがあった。その時に、税の要素があったなら、読んじゃう。理解しちゃうと思う。で、あと、読む上で、半端な知識は積み上がっていきませんので、より正確に、徹底的に理解して、それを積み上げていくということをやっていく。で欲しいんですね。で、微差ですよね。本当にわずかな差が非常に大きなものに、つながっていきます。で、読み取る力とか表現していく力っていうのは、
優しいとは思ってないんですね。丁寧に読みましょうとか。丁寧に読めばわかります。じゃ、ゆっくり読んだらわかるのかって話ではない。多角的にいろんな仮説を出して、これ何を言っているんだろう。これ何を言っているんだろう。で、思った以上ちっちゃな、もう、ああ、やめたっていう、要はわからないっていうのを、やめるっていうことを、試験までの中で習慣化してほしいんですね。やりました。まあ、なんか初めこうやってみた。だけど、解明できないままでやめちゃったっていうことはなくしていただきたいんですね。で、例えば条文を読んでいると。法律読んでいて、これ何を言ってんだろう？何のことなんだろう？って言ったときに、自分もすぐに出ないものだらけです。で、お風呂入って、何言ってんだろう？何言ってんだろう？って、ふと、ある瞬間に論理的に全部成り立って、あ、そういうことか。っていう解決がこうできていく。で、この、やっぱ解決できた成功体験が、実は自信につながっていく。で、この自信がめちゃくちゃ大事なんですよ。自分を信じられる自信。要は、今まで自分、人なんか変わらない。自分だって変わらない。全然変わらない。だけど、この小さな成功の積み重ねが、自分を信じられるっていうものに変わっていくわけですよ。で、自分が信じられるものが、になっていったときに、もうそこから出てくるもんってことは、それを見てる周りも変えられる。わずかですけど変えられる。で、自分がこう思い描いている。で、まあ自分だけの自己中じゃなくて、当然、さっき言った読解するために相手のことをちゃんと感じてあげて、相手が欲しいことを発してあげてる。シンプルな例だと、今日何食べたいって言われた時に何でもいいよ。これもう完全思考省略ですから。で、何食べたいって言われた時に、相手は何を求めてんだろう。で、言った時に、たまたま相手は本当は、旦那さんとかで、あ、まさに奥さんで体調が悪かった。で、体調悪くて何食べたいって言った時に、じゃあ、近くの、今日あそこ食べに行きたいなって言った時に、あ、作らなくてよかった。気にしていただく、体調が悪いこと読み取ってくれたのかな。で、それで、体調悪いことを気を使いながら、じゃあ歩くときもゆっくり歩こうか、とか、もうそういうことをやって相手を思いやった行動は何が言いたいかが読み取って、で、それを表現して、っていうことを日頃の中からやっていく。仕事の時でもこれを求められていった。で、それについて求められたのは何だったらそれにちゃんと答えていこうということをやっていく。で、何か言った時にどこまで相手の言ってることを理解しているか。で、それをどんどん高めていく。で、それをテキストをこう読むことによってやってもらいたいし。あと、小さな、それを繰り返していくことで、やっぱり、読む力って相手を思うから優しさ必要ですよ。で、表現していく上で、やっぱ相手をちょっとある程度ちゃんとしっかり結びつ、引っ張っていかなきゃいけないんで強さいりますよ。で、読むのと表現するのと同じ力じゃない。読めれば、理解できれば、おのずと伝わるってこともありますので、ちゃんと理解していこうっていうことが、本試験でも非常に大事で、国税庁が公表している、出題のポイントを見ると、理解、もう、いくつも理解が求められてるわけですよ。で、暗記っていうことに対するキーワードを打ち崩したいっていうのが見え見えなんですよ。理解しようよ。勉強って暗記じゃないんだよ。理解なんだよ。暗記だったらコンピューターにできるんだよ。こう、今だったらもう、どんどん AI でできちゃう話だよ。もっとより AI の方がより圧倒的に得意な話なんだよ。人間がやる上で思考を含めた論理を含めた理解がということを高めていっていただきたいなと思うわけですよ。で、もう理解をしていくっていうことを重視しながら、もう、それを読解と表現をしていく結果、皆さんは皆さんの周りから愛される力を身につけていく。
で、その愛される力って答案にも出てくるわけですよ。相手を思いやった、ちゃんと理解して、読解して、それで表現したものっていうものは、やっぱ相手に影響を与える。しかも、すがすがしい気持ちのものを与えることができる。で、実際この力、例えば、月1回、私たちの仕事って、例えばお客さんのところにこう訪問する、もしくは来てもらう。で、それで皆さんが税理士になった後、何かを発しなきゃいけない。で、その発する言葉を、やはり、一つ一つが、あ、ちゃんと思いやってくれてる、会社分かってくれてる。あと、ちゃんと専門的なことも、ちゃんと教えてくれる。って言った時に、来てもらうことはすごい楽しみだ。やっぱ周りに、影響を与えることができる。なぜできるようになったのって税理士を持ってるからだと思えないですよ。税理士になるために自身を変えようとがむしゃらにやったことから生まれてくるすごく大切な力なんですよ。試験勉強、簡単に受かりますとは思ってません。簡単に受かる結果、まあ、簡単に受かることは、まあ、ないとは思ってはいますけど、ただ問題は基礎的なもので、こう、積み重ねてきますから、自身を変えていこう。この1分1秒、こう、やっていくことが非常に大切になってきます。で、何でもいいんですね。ちょっと自分も今、ギターっていうものを練習してます。で、1日15分、まあ、を、とにかく毎日触るんだ。で、習慣化してやるようにしてます。で、やっぱり習慣化してると、だんだん、あ、嘘、こんなこともできるようになってきた、こんなこともできるようになってきた、こんなこともできるようになってきた。で、だんだんこう、習慣化することの大切さっていうのは、やっぱ分かってますから、それをちゃんと実践しようとする。あと、皆さんであれば、お酒飲んじゃった。で、今日は、熱があるっぽいかもしれない。だけど、1時間ちゃんと、机に座って読み物読んで、まあ、30分は読み物ちゃんと教材読んで、あと30分は調べて、どんどんこう調べて、興味持って、してただ調べるだけでこう考えてこうかな、それを検証をかけて、成功の小さな成功体験をいっぱい身につけてってください。で、自分を信じられる力をちゃんと身につけてください。で、自分が信じられなかったら勝てないし、相手に対しても、この人、と一緒にいたい、この人の意見が聞きたいっていうふうにもなりませんから。弱々しく喋って相手が変わる、聞きたいと思うことはないですからね。やっぱり自信を積み重ねていってほしいと。あと、東連っていう形で、用意しているものがあります。で、この東連を、用意させていただいてますけれども、まあ、ここで東連。ここも東連なんですけど、東連で大事なことは、もう、口酸っぱく多分言うと思います。やって、できたところを、すごく評価して、自信で評価して、ここできた。逆のこと、なんでこんな問題僕間違えたんだ、なんで私ってバカなんだろう。と思ってやってるのと、あ、ここできた、ここ進化した。え、この間までここできなかったけど、こういう問題自分が解けるようになってきたんだ。あ、相手の要求事項ここ読み取れた。ここ読み取れたから、この答えがだいぶ近づいている。というようなこともやってほしい。あと、本試験をお見せします。で、本試験について解説だけで、例えば15ページぐらいのものを教材の中に盛り込んでます。それぐらいやっぱり本試験奥深い。で、それを分かっていただいた上で読み取る力が大事だよっていうことも分かってほしい。あと、知識はなかったとしますよね。なかったとしても、類推をかけてこうだろうっていうようなものを身につけなきゃいけない。法人だったらこうだろうっていう時に、たまに例題があった時に、例えば10の力がなきゃ解けない時に、パッと見た時に5しかない。だけどこの5を応用させればここが、6が見えてきた。で、さらに6が見えることによって7が見えてきた。で、ペンなんかなかなか動かないけど、でもやっぱり、行動する。行動したら、
そこにあるものは、まあ、かなりのものが出てきますので、あ、それでもし失敗したとしたときには、あ、だったら、これは、まあ、ちょっと、もう、天才は同じ失敗しない、っていうことがある。そのためには、適切な行動してるからですよ。だから、同じ失敗しないってことが起きうる。で、そこでもし成功した時の大ヒット。もう、あ、この思考がやって、ここの問題当たっちゃったと。当たっちゃった。まあ、となった時に、そこからやっぱ生まれる自信ってすごく大切になると思いますからね。トーレントがもう、ここできた、できた、できた、ここ読み取れた、そういうし成功体験を一つでも多くやって自分を信じられる力に変えていく。で、自分が変わっていく。その変わっていくことが、何よりも大切なんですね。で、変わっていく中で、試験も通過点だし、税理士という、やっていく上で、そこも大きな、進んでいく上での試験が通過点だって見えてきたときに、この人税理士の資質があるっていう形で、おのずと突破できると思います。だからまあ日頃からも人に愛されるような生き方まずしていきましょうよと。自分一人よがれて自己中心的に生きていたら、税の世界っていうのは納税者と国税の間で中立に立つ11条の税理士法の、まあ1条の中立な立場にいるっていうことを満たす上でも、複合的に判断していく上で、自己中っていうものが非常に、向かない資格だと思うので、その感覚であると、結構、本試験の中で二つの要素を出してきますから、イエスかノーかなので、あ、イエスです、イエスですって答えるよりか、例えば、何か記載するときに、イエスとノーをちゃんと二つ感じ取ってるってことを、伝える場所っていうのは、第一問の中にも、例えば計算要素を入れたり、第二問の中にもちゃんと書く要素をこう入れてくる中で、いろんなところで何か書く要素はありますから、その中で、あ、この人はちゃんと多角的に捉えた上で、ちゃんと適切にそれをやっていくよってことを、示せれば税理士資質を示したことになってきますので、おのずとですね。だからやっぱ自己中は向かないと思います。あと、税理士を知るという形の中で、税理士すごいんだよ。税理士っていいんだよ。まあ、自分はこの独占業務っていうものがこう、まあすごいなと思うところではあるんですけれども、これからコンサルをやっていきます。例えば A さんコンサルをやっていきます。で、私たちは例えばコンサルをやっていきます。もう圧倒的に私たちの方が有利です。なぜかって言ったら、やる対象のお客さんも持ってます。もしくは、読解力のある人が、まあ、簡単に言うと、税制優遇使いますよ。新しい法律が出てきた時に、それをちゃんと読み取って、感じ取って、税制優遇を私サポートしますよ。例えばお客さんが、まだ独立したてて少ない時であっても、税制優遇やりますよ。で、今だったら、人を雇うためとか、もしくは、新しい仕事を構築していくよ。もしくは、もう電子帳簿っていうものがどんどん進んでいくこと、IT を、機械を導入していくよっていうような、もういろんな補助金があったときには、国の政策ですよ。日本を良くしたいっていう政策のところの、まあ、いろんなこう、補助金なら助成金が出るとこっていうのは、国が簡単に言えばそこを伸ばしたい。優遇税制があるってことは、その分野について貢献し、日本社会を動かしていきたい。例えば、給与を増やしていく。だからそこに特別控除を用意する。設備投資をしていく。っていう形で、より生産性を上げていく。っていうことに関して、税制優遇なり、補助金、助成金がセットである。ってことは、私たちは税制優遇があるところに、助成金が、補助金があるってわかるだから、そのわかるようなことにダイレクトにいるわけですから、あ、それ、中小企業庁のホームページをちゃんと読解してみて、2、3本やってみれば、もうベテラン、もう、ノウハウになるわけなんですね。で、じゃあそれやりますって言ったら、やってくれるの？なんだから当然発信は必要かもしれませんけど、SNS でもいいかも、それ発信してます、やりますって言ったら、引き合いも来ます。で、もう人によっては、もう、
ほぼ自動でそれもできるように、まあ、アンケートに答えていただく形にどういう形でやっていきますかって中で、相手からの要求も全部出させて、要は補助金、助成金まで引っ張っていく仕組みまでこう作ってる方だって言いますよ。要は新しいものに対して抵抗を持たない。だから、持たない方がいい。だから、何か読むときに新しいものについても、また新しいものというか、新しいもの来たらちょっとワクワクするようになってる方が構わない。で、例えばそれで一つ、例えば補助金、助成金業務やりますって言ったときに、税理士さんがやってるのって言ったときの信頼度と、普通に単独でいくつも実績やってる方がやってるのっていうのは、やっぱり信頼度が違う。受注度合いも違う。っていう、やっぱりすごい資格だなと。まあ、自分が持ってるからすごいすごいっていうのもはばかれますけれども、取る価値はやはり高いと思いますね。あと、その、まあ、普通にこう、財務諸表を読み取った上で、今企業の体制こうなってますよっていうことをちゃんと報告してあげられるようなこと。あと、その上で企業がより大きくなっていきたいって思ったときに、大きくなっておきたいときにやることって言ったら新しい仕事を作るとか、人を増やすとか投資をするって言ったときに、あ、まあ今できるって言ったらこのような税制優遇があります。で、税制優遇ってことは実は節税なんですよね。喜ばれますよと。頼りにされますよ。それを、やっぱり新しいものをちゃんと吸収してやっていくっていうことは、やはり、皆さんが読んでいる、日頃入れている情報の中に税のものがあったら、それをちゃんと感じ取って、で、あとは思考をやっぱりしてみて、例えば、大きな脱税事件が起きました。で、記事になったら、なんか書いてあるんですね、こういう形で脱税した。それどうやって脱税したんだろう。どうやってやったんだろう。もう、新聞記事なんて表面的なものしか実は公表しませんから、再発として、ノウハウが全部バレて、あっちょこちょやられても困るので、さも全部説明したような形の中で、あ、本質全然説明してないや、っていうような、当然読解力も必要ですけど、やっぱ、あ、ここって新しい分野出てくるんだな、っていうような流れとか、世の中こういう形に変わるなっていうような感覚が、やっぱ、最後、理論集見るとき、あ、気になったとこ見た。実はそこが出るとかいうふうになってきますから、本試験に出ると。なので、日頃の中から全体して興味持つようにしていただきたいなと思います。で、やっぱり魅力はある仕事です。で、それ間違いありませんと。で、自身も税理士って何って聞かれたら、もう私はもう長くやってるし、の分もあるんですけど、もう自分の存在証明だと思ってます。それぐらい、ありがたいし、プライドも持ってるし、人のためにますます役立っていきたいなと思ってます。で、自信持って、いい世界だと思えるんで、皆さんにもちゃんと伝えていかなきゃいけない。で、皆さんにもなってもらって、税理士の価値をみんなでこう、さらに上げていきたいし、税理士業界ももっともっと盛り上げていきたい。で、電子化とかどんどんされていく中で、電子化の部分が薄れてくる。抽象実務的にはそういう部分はあると思います。だけど、本試験って抽象実務の中で起こりうる税務判断。大法人の中で起こる税務判断。だから、自分がやっぱイメージ持つこれからの税理士像として、中小を中心にやるけど、大法人も何社か、要は持てるぐらいの知識を持って、今、大法人って結構大手税理士法人とかが、やっぱり独占的に持ってる感じはしますよと。だけど、自分たち、中小の中で、ビッグ4とかじゃなくたってやれば、コストとか、例えばその、大手町に、ビルの一室を借りてとかっていうわけじゃなく、あと、自身がやるって言ったら、人件費にもめちゃくちゃ投資するわけでもないから、かなりコストを抑えて大法人を面倒見てあげることができる時代がどんどん来ると思うんですね。だから、すごいめちゃくちゃ高い単価を払って大手税理士法人に見てもらうだけではなく、やはり、中小プラス数社見る、そういう税理士たちも増えてほしいと。
いう形なんで、やっぱオーソドックスな、税理士の中に大法人を持つってことも想定した問題が出ます。だからまあ、明らかに、あ、これ大法人用だ。これ中小実務的な問題だ。で、中小実務的なものは、どん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 効率化されていくっていうのは見えてます。でも効率化されていく上で、じゃあ何なのってさっきちらっとお話しした、助成金補助金が出た時に読み込んで、あとは、それに対する優遇税制が提案できますよ。あと読み取る力が高いから新しいことがあってもどんどん伝えられていきますよ、時流に応じて。っていう能力がある方が当然期待されてるんで、そちらの方が。で、その、要は企業をするときの社長とかの、悩みの一つの基準の、特に会計面、税務面についての判断を、任してもらえる大切な仕事、この仕事がなくなるってことはないですよ。あとは、数社で少なくてもいいから、大手を、持てるようにする。で、大手をやっていくと必然的に、さらにその中でも専門分野が出てくる。やっぱ国際的な部分なのか、もしくは通算税制なのか、もしくは組織再編がこうよく発生するようなことなのか、いうような専門性がおのずと見えてきて、やっぱそこもどん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 伸ばしていけるようにはなっていくと思います。で、これは、今いろいろ言いましたけど、急に伸びていくってことは、ではなく、徐々に徐々になっていく。それは何かって言ったら、読解力と表現力があって、どん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 知識がこう積み重ねていく。で、知識は正しく積み重ねていってほしい。で、ちゃんと理解して、解明して成功体験を繰り返して積み重ねていっていきたいと思います。で、自分は存在証明になってる。で、それぐらいやっぱ自信持って皆さんに勧められる資格なので。で、もう、ビザですからね。もう小さなことをちゃんと、もう、人の倍勉強しようなんて思うことはなく、ちゃんと習慣化してって、理解して、それをちゃんと積み重ねていくんだ、っていうふうにして、やってっていただきたいと思います。もう、上級のものとして、読解力、表現力、で、それで、要はそれをちゃんと配備されていく。で、その力自体が税理士を進んでいく上で非常に大切な能力になっていくんだ。で、じゃあ法人税って何をやろうとしているのっていうことを講義を通じて理解していただきたいし、税に対する興味っていうものを持っていただけるように、講義の方は進めていきたいと思います。ぜひですね、検討の方、お配慮いただければと思います。で、ぜひですね、まあ、ここ、税理士っていうものを目指していただいた以上、ゴールまで何とか行っていただいて、で、その過程がすごい大事ですからね。で、なった上で、ぜひですね、業界を盛り上げていく形の中で、一緒に、まあ、税理士っていうものを盛り上げていきたいなと思います。まあ、簡単ですけど、上級のガイダンスの方はここまでさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。うん。